こんにちは、こんばんは、イズミンです。今回も、デッドバイやっていこうかなと思います。そして今回もまだまだクリスマスが終わらないという、そして今回はメグでやっていこうかなと思います。サンタの格好で、サンタじゃないけど、さあやっていこう。そしてさっきブラッドウェーブ見たんですけど、ちょっとあれなんですね、プレゼント箱みたいになってるんですね。今初めて知ったんですよね。金のトークになって、金が入ってるよ、金。さあやっていこうかなって、今回はメグでやっていこうかなと思います。さあサンタの格好で、赤いイコールサンタじゃないかもしれないですけどね。さあ目立ってこうぜ。あいつバカだろって感じで思われてるかもしれないけどね。タイトルに泉サンタになるとかでもね、いいかもね。あ、できなかった。プレゼントが。アザブルフズレスリングプレレンス。オートヘイブンレッカーズ。言えた言えた、きっと言えた。これサムネにしよう。よし。さあうまいこと逃げ切れるかな。いや逃げちゃいけないな、今回の殺人鬼に。殺人鬼、殺人鬼って言っちゃいけないよ、子供だよ。いや怖い、今回の子供は女の子だね。うん、きっと女の子だよ、鼻歌混じってるもん。すげえ鼻歌混じってる女の子だね。いや大人の女性かな、ごめん。プレゼントはね、子供にしかあげてないんだ。サンタはね怖いから隠れてるよ。近いくから、もしかして。いたよ、いたよ。うわ、今なんかウサギだよね、バニーちゃんだよね。あ、やべ。やべ。あ、やべ。やべ、サンタがあれだわ、子供を犠牲にしたわ。サンタをいじめるんじゃない。サンタ、サンタ、サンタ言ってるから。サンタを拉致るんじゃない。あー惜しい、惜しくもないか。
サンタの宙吊りの出来上がり。なんか叩かれそうだからやめよう。これ以上言うのやめよう。あ、ありがとう。ありがとう。未来の子供たちを。意味がわからないわ。未来の子供たちって意味がわかんねえわ。もう大人だわ。さあ、直してあげるよ、サンタクロースが。危ねえ。さあ、みんなで頑張ろうではないか。さあ、黙々と作業をやるよ。ソリに使うエンジンなんだよ、これはきっと。だから夢壊してる気がするわ。あ、やべ、ごめん。あ、一緒だね。さあ、ソリに使うエンジンなんだ。私が一つ目を直してあげるよ。危ね。これは言うことを聞きなさい、エンジン君。釣られたね。運ばれてったか。運ばれてったわ。袋にされてったわ。あ、どこだ。やべ、エンジンが見つかんね。今回はエンジンってことにしとこう。エンジンじゃないけど あった、エンジン。あ、やばい。ああ、サンタの着替え中ですよ。はいはい。
やべ、ボタン間違えてたわ。もう、あまりサンタをいじめるんじゃありません。あ、やべ、もがく。サンタは子供たちに未来をあげるんだ。未来じゃない、夢だわ。あっちであっちで吊るされてる。一緒にプレゼントになろう。いい、強いわ。みんな強いわ。みんなじゃねえ、鬼か。今回は、この辺にしときたいと思います。それではまた次回のゲームで会いましょう。それではまたです。メリークリスマス。